お疲れ様でございます。さて今日の晩ご飯はこちら。今日イオン行ったらね、ちょうど半もういっぱいパンが残ってる状態でね、半額になったんですよ。もう買いまくったね。これいくらだと思う、みんなでこれ全部でいくらだと思う。1100円ですよ。これでこんだけパン買って1100円、安くない？だってチーズハットグもどきがね、うん、ソーセージ揚げソース、なんて書いてるのこれ、なんて書いてるんだこれね、チーズハットグって書いてないですよこれ。ウインナーチーズドッグウインナーチーズドッグだってね、商標があるからチーズハットグとか言えないね、うん、ほんでね、それをね買ってきてね、もう一回オーブンで焼いて160度で12分か、まあそれぐらい、うん、ねえ、どうパン、なんか出すところなんてパン職人っぽかったでしょ、ね、買って半額で買ってきたやつをオープンで焼いただけ。もう見てカリッカリ、見てふわね、ねほらカリッカリカリッカリだよ、うん、パン職人っぽかったでしょ。これで1000円です。安いね。もう今日の晩ご飯パンだよ、うん、ねパン、カレーパンでしょ、カレーパン3つ 4種のチーズのなんかピザパン、チーズフォンデュパン、焼きたて焼き直しメロンパン、チーズハットグもどき、そしてね、ちょっとこれもね生協で半額の鶏皮の揚げ物、ね、俺大好き、ね、さあこれでねパン&日課のウイスキー、パンとウイスキーどうかな、合うかな。さあ早速いただいてまいりましょう。せーの、よいよい、ふぅ、焼きたて、もど焼きたてっぽいで、まあ、あれメロンパン焼いたの？焼いたよ。お、カリカリになっておいしいよ。焼いたメロンパン焼いたことないだろ。みみ、待って待って、まあ、いいよ、熱いよ、熱いからね、いてわかるよ。はい、どうぞ。あれ、僕のさ、持ってくればいいっしょ。すごい。1000円だってこれ。ディフってなんだ、ディフって。これ何？チーズ何？そうなんだっけ、ソーセージチーズ揚げパンだから。これチーズ。4種のチーズパン。4種のチーズパン。切る。ちぎればいいでしょ。はい。イオンのパン屋さんだ。
はい、いただきます。いただきます。おおすごいね、みーちゃん。という見方も、でも神奈のものなんですって、本当にそういう場所交換してなんて、こっち来たよ。やっぱり医療体制が脆弱な国が多いので、搬送が本当ができていなくて、ようやくある程度確認できた、できてくるようになったので、アンパンマンションあれば、という見方も、これも、そうね、ああ。みーちゃんどうぞ。予感性の中心が南半球に入ってきているのかな、まあ、ね、おいしいね。考えますと、これからまた北半球の季節が進んでしまう。これおいしい、4分の。うまい、うん、オーブンで焼き直すとうまいでしょ。うん、何分や、ね、12分から10分。なるほど、160度。これを断ってますけど、いずれうまい。中にチーズは入ってる。まあ、うまっ。何やと？うまい？これ、実はうまい。おいしい。うまっ。センターの所長によるとですね、新型コロナウイルスの第2波が発生すれば、インフルエンザの流行食と発生する可能性があり、うわ、インフルかコロナか分からなくなると、このように傾向が出てくるんですね。やっぱりあの新型にじゃないや、要するに新型コロナウイルスとそれからインフルエンザって初期の症状が結構似てる。いや、新型インフルエンザも出るんでしょ。この段階では区別がつかないかもしれない。いや、もうウイナ入ってウイナやったぜ。やった。実は新型コロナウイルスってチーズハットク、嘘、チーズハットクだってしまう。まあ、そういう医療現場が混乱する。まあ、いいね、おいしい。これはね、インフルエンザの治療はワクチンがあるわけですね。チーズもめっちゃ入ってんね。まあ、私も秋には結構チーズ、これ90円だよ。大事なことだと思います。原宿で食ったらなんぼ。さらにパンデミック第2波について気になる90+90+90。それがこちら。9×3 は？これは WHO が朝に起こった朝に起こして2020年に発表したんですが、第1波で影響を受けなかった年齢層の地域は第2波で脆弱である可能性があると書かれているんですね。もう今回世界的に見れば感染者が少なかったと言えるのかもしれませんけれど、この教訓に照らしますと第2波では致死率が高まったり、あるいは重症化のリスクが高くなる危険性があるんですよ、チーズフォンデュパンと警告しているんですね。ペーパーも出てくる。では農作物を含む第2波に備えるため、私たちはどう戦えばいいのか一緒に考えていこうと思います。まずはなぜ新型コロナウイルスは世界中に拡大してしまったのか、こちらをご覧ください。どうでしょうの4分の1を4番で地域拡大した新型コロナウイルス、これほどまでに感染拡大を招いた原因の一つは ニュースウィークで書いてることは後からクレーム番組してダメだからね。ニュースウィーク読めば手紙屋ピラって時は手紙屋ピラで作ってますけど、ニュースウィークのところで来るんだろう。あ、いや、なんかこの番組よってことなの。デマを流したとして処分を受け、この行為をしないとする事務所への署名を強制されていた。本当に感染してるんです。あ、そうか。医師本人も新型コロナウイルスに感染。いいよ、こちらこれでは当局の陰性とも言える対応が、これうまいんだ、これ。うまぁ、感染拡大の対応に追われる中、封じ込めに成功し、予防対応の成功例として世界に注目されているのが台湾だ。その台湾を WHO から追っ払ったのが中国だ。外出自粛を求めていないにもかかわらず、台湾は まだうまいとこ行ってねえな。海だ。状況。そこで今回、日本で
対応をしてきたのか検証する、はい、故障パレードがご評価されているカズレーザー、うん、その第一線で活躍しているのがこちらカズレーザーめっちゃ勉強した人だから、はい、対策本部中央カズレーザーになりたかったらめっちゃ勉強するしかないがありまして今年1月にこれが立ち上がったんですね、うん、大人になったら、ね、子供のうちから行かないと勝てないぞ厚生省に対応するまだスターウォーズやってんの厚生されている千歳空港シアター厚生労働省の中にあるターミネーターやってんの？そのあれね、アナと雪の女王2やってんの？それどんだけだこれ？スターウォーズ、フォートナイトのスターウォーズ。スターウォーズ見たことないでしょ？僕、フォートナイトのスターウォーズなんか見たことあるよ。ストールトルーバーなら知ってるよ。あとはね、この前、あれ。これは知らない。ライトセーバー。あと、この音知ってるね。75ダメージだよ、声が聞いてる？聞いてないよ。スター、おい、お前よりスターウォーズ世代だから。知ってんの？知ってるよ。知ってんのかい？お前ジェダイ知ってんのか、ジェダイ。ノーグリだな。見たことあんの、スターウォーズ。あるよ、好きじゃないよ。意味な、好きじゃないけど。うん、じゃあこれだってわかる？じいちゃんしかわかんないわ。正解。何や？ノーグリだな。ノーグリ？中ばっか。ハリソン・フォード、ハリソン・フォード。こうした人柄が台湾の人々の共感を呼び、絶大な支持を得ているんですね。あれ、あきゃあきゃ。入ってる。それでいろんなお話をしたり、また日本食べる？カレーパン。そういうことをやってらっしゃるんですよ。その中でやっぱり、こっちのことを考えてというか、人々に近づいた。何、メロンパン食べるの？今のカレーの中で。我々運用会が一番かなって感じだった母さん、僕のさ、名前なんだ国じゃありません鬼滅の刃のキャラクターの名前です僕は、ではどんな技を使いますか水の呼吸炭治郎キンパン、かまど炭治郎の名前にしました、はい誰だと思う感染者の1人だっていうだけでそういう名前に憧れるんだったらお前今の名前いいと思うねえねえ思わない浜野炭治郎そういう名前好きえ好きその名前善逸かな善逸が好きなのあのさ善逸の名字ってなんだっけ赤妻善逸そういうのは好きだったお前の下の名前はねお前が後々好きになったもんねどどん感染症の専門家によって構成されていましてしょうがない外線車乗んなよ意見を、まあ、対策本部に出すというわけですねさらにこちらもですね外線車の人も公共のお入りとかこちらも専門家によって構成されていましてつまり亀岡牛もいるよ専門家会議それを参考にして対策ペコちゃんペコちゃん愛が面白い見た作ります。何？ね？好き見てごらん。めいちゃん、じいちゃん、独特の好き。ちゃん？ほらついやるけど。ピンピじゃない。たまに全部白目になる時あるからね。パンうめえな、明日ベクの。これが欲しい。残るかと思ったら全部いきそうな勢いだ、これ。僕ね、これね、息
食べたら美味しそうになったっていうか。では台湾は具体的にどんな初動対応をしていかのか。またその時日本は握手をした人の会みたいな。VTR に始めましたのでご覧ください。ネットショーああ フィーフーズシーズンだからまだ5かよ7、8でおしまい8でおしまい、うん、ファイナルシーズン見なくていいわ今日ここで寝よう父ちゃんお見て出口アピティクルアオベ全部上がったそう、2人してたもん赤べ
や黒部。まあ。何？あらもうな、みんななくなっちゃう。明日の朝の。いや、俺残ると思ったけど、食べるね。まだ売ってたの？うん。あ、食べてもいいよ、みんな来てるの？誰か食べてもいいよ。これ、ちりかったら先生行ったかな。いや、おいしかったわ。あ、そっか、じゃあやめときな。続々来たよ。え、帰っておいて。あの、休憩を下ろす前に、割引じゃなくて、下ろして出てきたら、半額になっちゃうから。わかる？切な。だからみんなさばいちゃうのかね、やっぱり。いや、持っててもしょうがないでしょ。だから、ジレンマだと思うよ。遅すぎてもダメ、早すぎてもダメ、どこ狙っていくかっていう戦いだから、これは消費者とこういう戦いだ。痛い。中国での感染拡大を受け、台湾に台湾に引き続きなどの方針を打ち出した。引っ掛いたから。一方、日本は台湾から遅れること6日、台湾省に滞在歴のある外国人の入国拠点を開始した。ラクトうまいね。ラクトうまい。ラクト美味しいから進むんだよね。何の食べ過ぎかね。ゲームのやり過ぎかな。ゲームお昼寝した人汗かいたんじゃない？ここで寝てて汗もか。珍しく昼寝したもん。夜遅いから。昨日何時に寝たの？6時半。どうしたの？ミシャもなんか変なの？見せてもらう。心配してほしいだけの人。真似してる人。真似。痛いね。お兄ちゃんが痛い痛いで言ってるから。何にもないやん。バレたか。はい。実はですね今回の対応の背景には過去に失敗した経験があるから今失敗に学べるということがあるんですね。それがこちらです。SARSです。重症急性呼吸器症候群。これはコロナウイルスの一種なんですね。感染者数8096人、死者が79人。食べ過ぎだよ。食べ過ぎ。うまい。体に悪い。
からないかも。絶対分けるって美味しさが違うから。チェこれ違うわ。美味しいでしょ。何飲んでるの。お茶ジャムジャム。だお酒を飲みながらまさかパンを食べてるのかと思って何を飲んでるの。僕5歳でちょっとだけお酒に決まったちょっとだけ5歳でお酒飲んだことある。間違えて間違えたの。どうだった。美味しくなかったよね。いや、水だった水だった薄かったってこと。トイレだ。便器の黄ばみに酸が効くサンポール。ベルフェイス、リモートでの営業って難しいと思っていませんか。それならベルフェイス、電話で営業しながら簡単に資料や画面を共有できます。僕らの7日間製造やってんのシステム。ユナイテッドシネマいつの日なの。いや、最近だよ。19年。あ、去年か。あ、去年か。ツイスターセットが今だけ500円。ランチケンタッキーにしない。令和で一番。明日から解除か。そうだ。だけど23日も出てなかったのに北九州市が出てきて。まあ三発。何だったんだろうね。三発に来るべ。ルスリゾート7月、8月まであなたです。休暇全部ゴルフ以外。カニはゴルフはいいんだ、外で密にな。密じゃないから。だってね、あの旅行券2万円半額、半額っていうか2万円出すのはね、旅行会社を通さなきゃだ。あ、そうなの。うん、いいじゃん、楽天行けばいいじゃなくて。足の皮剥いて食ってるじゃん。足の皮食ってるやつ、これ。ちょっとだけ食べた。いいよ、食べて。食べな。もう全部食べな。食っとけ。じゃあ明日食べるわ。明日死ぬかもしれない、今日。今日寝てる間死ぬかもしれないの。食っとけ。先にちゃん死ぬから。あいや、死ぬのはおばあちゃん。そうだね。おばあちゃんが先のね、わかんないの。おばあちゃん。え、こどっちからあるの。ん？よし寝てば。ばあちゃん、ばあちゃんだーって顔してる。その目は天国を見てるのかな。うえ？どこでその目つきを覚えたんだろう。あれ、藤谷、藤谷。猫ちゃん。電車の中で感染者と接触していたのだが、当時ピュッ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 。すると院内の医療従事者7人に感染が拡大。その事実が判明すると台湾当局は4月24日この病院を強制的に封鎖した。すると病院内に運ばれた1300人以上の患者らがパニック。ブルーインパルスだったっけ。まあワールドウォー Z だね。他の病院でも院内感染が広がってしまった。結果台湾は脆弱だからね。154人の感染者を出した。
タイがよ、よかったのか。台湾。台湾は弱いのかな。ミちゃんは弱いけど、クニはそれじゃない。え、たまにあるよ。おんぶ。あ、何するだ。鼻。鼻チーズ。出た。鼻チーズ。あ。何、お母さんそれ食べれるかどうか試してってこと？鼻につけたいだけ。鼻につけたいだけ。中だけ食べたいみたいな。すげえ腹ポンポンだよ。ちょっと触ってみて。いや違うよ、分かっちゃったこれ。それにしてもだよ。ちゃんや。あ、ごちそう。はい、やりますか。はい、ごちそうさまでした。さあ、わしまた食うとるやるぞ。いやー、空気読んだね。あー、くた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 。あー、おんぶ。あー、くた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 。かな。うわ。